イバラは、エクアドル北部のインバブーラ県の県と。正式名称は、サンミゲルデイバラ。2010年の人口は13万1856人。インバブーラ火山の麓で、タハンド川の砂岸に位置する。首都基トから約70キロメートル北東に離れている。ヘラドスデバイラは、約500年前に、イバラ周辺の先住民が、インバブーラ火山の雪や氷を用いて発明した。 いばら市教官区の本部がある。7月16日に、電動車パレードと、諸城カルメンパレードが、9月の最終週末に、湖祭りが開催される。1502年、現在のいばらから約2キロメートルのカランキ村で、インカ帝国の最後の皇帝となる、アタワルパが生まれたと伝えられている。1606年、木とのアウディエンシアの命令で建設された。1868年、 エクアドル地震が発生し都市は壊滅した1872年再建された地中海性気候に属するありがとうございます。